セイセルは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のローテンブルク、軍に属す、町村である。セイセルは、リューネブルガーハイデの辺縁部、海抜30.36メートルに位置する。ビュンメ川とベーケ川がこの町を流れている。町は、森、野原、湿地が多くを占めている。ベスターホルツ地区にあるブラーベルクは53メートルの高さがあり、軍内の最高地点となっている。 群庁所在地のローテンブルクとは約9キロメートル離れている。最寄りの大都市はハンブルク、ブレーメン、ハノーファーである。集落名の後の数値は2009年9月30日時点の各集落の人口である。シェーセルは2005年に創設1200年祭を祝った。これはリーデン方ンの三次改良にシャスラ集落が形成された時から数えたものである。 シェーセルの町当局は、これを現在のシェーセルの前身とする見解をとっている。しかし歴史学者や考古学者は見解を意味する。なぜなら、兵器売買に関連して禁令が発布された三次改良に属す当時のスラブ民族との境界地域にある村が記録されている。すなわち、バードック、スケイズラ、マクデブルク、エアフルト、ハルシタット、フォルヒハイム及び、 レーゲンスブルクまでの地域である。列記の順は北から南に並んでいる。したがってスケイズラはバルドビックとマクデーブルクの間に位置するはずである。このことからイエッツェル側がエルベ側に合流するヒッツアッカーである可能性がより高いと主張している。スケイズラをスラブ民族との国境地帯から遠く離れたシェイセルに否定するのは不自然であるとの考えである。 シェーセルの町は、かつては、独立した自治体であった12の集落からなる。12の集落中、中核地区のシェーセルが、最大の集落である。シェーセルの町議会は、町長を含め31議席からなる。町長は、2001年から、ケーテリトマーシェーレシェーセルが務めている。彼女は2006年9月10日に再選され、さらに8年の任期に就いた。 スクムスにあるシェーセルの紋章の非シェーセルの紋章は緑地に6枚の多くの葉が描かれている。6枚の多くの葉は町の前身となった6つのエストン方派を表している。シェーセル郷土博物館のマイヤー方フシェーセルはビュンメ川下流域観光の中心地であり、様々な地域の民族衣装舞踊団の本拠地である。最もよく知られた民族衣装舞踊団が デビークスチパースシェイエスル EV とオリジナルシェイエスラートレイクティングラップである。両舞踊団は北ドイツ文化の国内、国際的普及と保護という課題に専念している。シェイセルでは、毎年大規模な民族衣装舞踊祭が開催されており、シェイセル町外でもよく知られている。舞踊祭はビークスチパースとオリジナルシェイエスラートレイクティングラップとが年ごとに 交互で主催しており、国内外の多くの民族衣装舞踊団とともにパフォーマンスを行う。シェイセル郷土博物館では19世紀の生活や仕事ぶりを展示している。ハイマートハウスと呼ばれる建物が1930年にそれまであった場所から現在の場所に移築された。1970年代以降この施設は拡大を続けた。現在ハイマートハウスの建物は 定地ドイツ様式のホール型建築に農場の人々の暮らしや経済を展示している。歴史的なマイヤー豊富の建物内には繊維関連紙工業についての展示がなされている。ロックやポップミュージックの分野でもシェイセルは伝統を有している。1973年と1977年にシェイセルのアイヒエンディングで大規模な野外フェスティバルが開催された。この催しにはシカゴ、 チャックベリー、ゴールデンイヤリングといった有名なバンドやミュージシャンが参加した。20世紀末からシェーセルは大規模な野外フェスティバルが開催されるようになっている。1997年にアイヒエンリングで第1回ハリケーンフェスティバルが開催されたのである。この音楽イベントは毎年6月に開催される。2008年の来客数は7万5000人を数えた。 セールカ協会2005年のハリケーンフェスティバルシェイセルは、それぞれ大都市圏の中心をなす三都市、ハンブルク、ブレーメン、ハノーファーの中間に位置することから、この町やその周辺、また、この町は、シェイセル貯蓄銀行の本社所在地である。シェイセルは、地域内あるいは広域交通への接続の便が、大変に良い。町内を連邦道 B75 号線が通り、 近郊を連邦アウトバーン A1 号線が走っている。交通の便が良い場所にあることから、ハンブルク、ブレーメンあるいはハノーファーへ約1時間、北海やバルト海沿い、あるいはハルト山地のリゾート地まで最大2時間で到達できる。街の東をハンブルクブレーメンの幹線鉄道が走っている。この路線からシェーセル近郊で、計画路線 Y イトらしさが分岐することになっている。 列車ではブレーメンへほぼ30分、ハンブルクへ約50分である。将来的には2010年から計画されている都市圏鉄道に接続する可能性もある。最寄りの飛行場はローテンブルクにある。最寄りの国際空港はハンブルク空港、ブレーメン空港、ハノーファー空港である。ありがとうございます。